マイクロソフト MS DOSMS DOS はマイクロソフトが開発、販売していたパーソナルコンピュータ向けのオペレーティングシステムである。MS DOS は1981年発売の IBM PC 用のディスクオペレーティングシステムとして開発されて IBM PC DOS として発売されたが1982年より マイクロソフトが IBM との共同開発契約に、基づきコンパック等の IBM 以外のメーカーに、MS-DOS 名称で OEM 提供を開始した。MS-DOS は CEP、M 類似のオペレーティングシステムだが、IBM PC の成功により16ビットパーソナルコンピュータ市場で、デファクトスタンダードとなった。MS-DOS は主に Intel 8086系の、 パーソナルコンピュータ向けのオペレーティングシステムだが、後に8ビットなど、各種の CPU やコンピュータ用にも移植され、また、各種の組み込み機器でも使用された。MS DOS は、基本的には、コマンドラインインターフェースやユニックス風の階層型のファイルシステムを持つシングルタスクのオペレーティングシステムだが、各種アプリケーションや、バージョン4により付属の DOS ヘルや、 別売の Microsoft Windows 2.0などの併用によりグラフィカルユーザーインターフェースやギ似マルチタスクも使用可能となった。ただし MS-DOS 自体は画面描画に関わるアプリケーションプログラミングインターフェースを持たないため多くの MS-DOS 用アプリケーションは機種依存であり異なる機種間では稼働せずまた移植も容易ではなかった。 MS-DOS と互換性を持つオペレーティングシステムには、共同開発の IBM PC-DOS のほか、TR-DOS、オープンソースの Free-DOS などがあり、また Microsoft Windows のコマンドプロンプトなどの互換環境がある。バージョン6からは、IBM と Microsoft の OS 共同開発契約が終了し、MS-DOS と IBM PC-DOS は並行して、 開発販売が続けられたが、マイクロソフトはマイクロソフト Windows、IBM は OS2 に移行してゆき、2001年頃までには MS DOS よび IBM PC DOS の各サポートは終了した。1980年7月頃、IBM は後に IBM PC となるパーソナルコンピュータの開発に着手した。しかし、IBM の主力商品である 汎用コンピュータに比べると、ごく少数のスタッフと、わずかな予算しか与えられなかった。プロジェクトリーダーのフィリップ・ドン・エストリッジは、可及的速やかに商品化にこぎつけるために、ソフトウェアは、自社開発せず、すべて外部から調達する方針を立てた。当時のマイクロソフトは、ベーシック・インタプリタや、アセンブラ並びに、各種言語のコンパイラ等を開発しており、 それらの製品のほとんどが当時のパーソナルコンピュータ市場におけるデファクトスタンダード OS であるデジタルリサーチの CP-M 上で動作するものであった。IBM はマイクロソフトに対し当初はベーシックなどの言語製品の開発を依頼していた。OS についても8086対応版の CP-M をマイクロソフトに開発してもらおうとした。しかし彼らは CEP-M のソースの権利を持っていなかったため、ビル・ゲイツのアドバイスに従って、デジタルリサーチと交渉することにした。ところが、デジタルリサーチとの交渉はうまくいかず、再び、マイクロソフトに開発の依頼を持ち込んだ。マイクロソフトは、MDOS という OS を開発した経験はあるが、販売したことはなかった。IBM から要求された期日は1年以内という、 厳しいもので、言語製品の開発に加えて OS にまで手を回す余裕はなかった。同じ頃、シアトルコンピュータプロダクツは、CP-M が8086に移植されないことに号を煮やし、ティム・パターソンがわずか6週間で開発した、クドーズを8 6ドスとして販売した。基本的には8080、Z80 用に作られた。 デジタルリサーチの CP、M クローンであり、8086に移植して、ディスク読み込み処理のバッファ管理を改良し、ファイルシステムを新規開発した FAT12 にしたものである。ファーストバージョンは1980年8月に出荷された。IBM PC 用の OS を必要としていたマイクロソフトは、1981年5月にティム・パターソンを雇い、 同年7月に 86DOS1.10 を75000ドルで購入した。マイクロソフトはバージョンナンバーを変更せず、名前を MSDOS に変更した。1981年8月に MSDOS1.10、1.14を PCDOS1.0 として IBM に提供し、IBM5150 や IBMPC で動作する3つの OS の1つと、 なった。IBM は当初、PC DOS 名称で IBM のみへの供給を主張し、マイクロソフトは IBM 以外のメーカーへの OEM 供給を主張した結果、IBM 用は PC DOS 名称、マイクロソフトによる各メーカーへの OEM 供給も認めて、普及を図るという役割分担となったと言われる。この役割分担は、 後の OS2 バージョン 1X でも同様となる。リスクを軽減化するために買い取りを避け IBM、PC の出荷台数に対して使用量を支払うというライセンス契約をしたこと、そしてマイクロソフトから各メーカーへの自由な OEM 供給を認めたことが、後のマイクロソフトの躍進の原動力といえ、また見方を変えれば、 最終的に、軒先を貸して、母屋を取られた、IBM の大失策であるとも言えるが、MS DOS の普及を決定づけたとも言える。1982年、マイクロソフトは、バージョン1.25から IBM 以外のメーカーに、MS DOS の OEM 供給を開始した。ライフボートアソシエイツの SB DOS、コンパックのコンパック DOS、ゼニスデータシステムズの Z DOS など、 供給先メーカーは70社以上に及んだ。1983年のバージョン2.0より、IBM 以外の各メーカーへの OEM 供給品は MSDOS 名称に一本化された。OEM 供給品に自社の商標を付け MSDOS 名称としたのは、OEM 先メーカーが独自の名前を付けて混乱することを避けるために整理する意味があった。 ただし、その後も、富士通 FM タウンズのタウンソスや、各種制御機器など、内部的に MS-DOS が OEM 提供されている場合には、MS-DOS の名称はユーザーには見えない場合があった。MS-DOS は 8086KCPU を搭載したパソコンで動作させることが前提の設計だった。 各パソコンには専用のハードウェアがあり、MS DOS もそれぞれ別のバージョンが作られ、その状況は既存の CP-M と同様で、CP-M と同じ方法でハードウェアをエミュレーションして、違いを吸収した。これを実現するため MS DOS は、プライマリディスクドライブや、コンソールなどの最小限の内蔵ドライバや、内蔵カーネルを、ブートローダーで読み込み、 それ以外のデバイスドライバを起動時に動的に読み込めるモジュール方式を採用した。OEM 各社はマイクロソフトが提供した開発キットを用い、基本的な I-O ドライバとマイクロソフトの標準カーネルを組み合わせて独自の MS DOS を作ることができ、普通はハードに添付するディスクの形でユーザーへ届けられた。したがって、各、 ハードウェアごとに異なるバージョンの MS-DOS が存在することになり、IBM 互換機と MS-DOS マシンの2種類に大きく分類された。タンディ2000のような一部のパソコンは MS-DOS 互換だったが、IBM 互換ではなく、特定のハードや IBM PC のアーキテクチャに依存しない MS-DOS 専用に作られたソフトウェアを実行できた。このデザインは、 アプリケーションの互換性を高めるのに役立ち、MS DOS のサービスだけを使って、デバイス I、O にアクセスする場合は、特に有効で、このデザイン方針は、後の Windows NT にも影響を及ぼした。しかし当時はハードに直接アクセスすることで、パフォーマンスを稼ぐアプリが主流を占め、特にゲームでは、これが顕著で、各社は、次第に独自路線を諦めて、 IBM PC 互換機を作るようになり、一つの MS DOS がどの会社のパソコンでも動作するようになった。DOS は標準でグラフィカルユーザーインターフェースやマルチタスク機能や仮想記憶を持たず、8386などの32ビット環境でも高速な8086としか使用できなかったため、DOS の拡張や次世代 OS が待望された。 1985年には DOS エクステンダーであるデスクビュー、同年に DOS 上で稼働するオペレーティング環境としてマイクロソフト Windows が登場した。さらに1987年には本格的な DOS の後継 OS として IBM とマイクロソフトから OS にバージョン1.0が登場した。OS には DOS と同様に IBM 及び Microsoft の両社から供給されたが、性能や DOS 互換環境の問題もあり広く、普及しなかったため DOS は継続して使われた。1990年に、日本では、IBM DOS のバージョン4から DOS、V が生まれ、Microsoft もバージョン5から DOS、V の OEM 供給を開始したため、日本でも PC、AT 互換機の市場が立ち上がり始めた。 1993年のバージョン6からは、IBM とマイクロソフトの OS、共同開発契約が終了したため以後は IBM、または、マイクロソフトの単独開発となった。両者は、基本部分の互換性は保たれているが、付属ユーティリティの相違などが広がった。マイクロソフトは、この MS DOS6 を、単体販売の最終バージョンとし、 1995年のマイクロソフト Windows 95以降は単体の DOS も不要となった。IBM は DOS の改良を続けたが、1998年の PCDOS2000 が最終バージョンとなり、2001年にはサポートも終了した。2014年3月25日、マイクロソフトは SCPMS DOS1.25。C P M S およびアルトズ MS DOS 2.11とテレビディオ PC DOS 2.11の混合版をマイクロソフトリサーチライセンスアグリーメントに基づいて一般公開した。これによりコードソースは利用可能になるがオープンソースイニシアティブやフリーソフトウェア財団の企画で定義されるオープンソースではない。マイクロソフトは2018年9月28日に MIT ライセンスに基づいてコードを再ライセンスし、これらのバージョンをフリーソフトウェアとした。MS DOS と名付けられているように、マイクロソフトのパーソナルコンピュータ向けの DOS であり、主にディスクの管理を行うシングルタスク OS であった。開発当初の CPU にマルチタスク機能、メモリ保護機能がなかったため MS DOS も対応しておらず、CPU に それらの機能が搭載された後も MS DOS が対応することはなかった。また、グラフィック画面やサウンドの操作、ネットワーク機能などは、Microsoft Windows や LAN マネージャーの他アプリケーションが直接 IO を操作するか、デバイスドライバなどで提供されていた。ファイルの管理は FAT とクラスタにより構成される。ファイル名は8.3形式、つまり、 8バイトまでのベース名と3バイトまでの拡張子の合計最大11バイトで表す。アルファベットの大文字と小文字は区別しない。バージョン2以降では、ディレクトリの作成が可能となり、ファイル属性にも対応した。起動順序はバージョンによって若干違うが、おおむね以下の通りである。コンピュータのロムバイオスやディスクのマスターブートレコードから、ディスクのセクター例にある、 ブートセクターを読み込んで実行。ディスクから Io.Sys と m e ド d o s s y s がメモリ中にロードされる。Io.Sys を起動し、その後 m e ド d o s s y s に制御を移行する。config.Sys が起動ドライブのルートディレクトリにあれば、そこに記述されたデバイスドライバーを読み込む。バッチ処理のためのコマンドインタプリタでもある、標準シェルのコマンド .com を起動する。 オートイグゼック、バットが起動ドライブのルートディレクトリにあれば、その内容を実行し、環境変数の設定や、起動時に実行すべきコマンド等の呼び出し、場合によっては、アプリケーションの起動なども行う。コマンド、コムでは、各ドライブを、A から最大 Z までのドライブレターで管理し、内部コマンドでは、ファイルディレクトリ一覧の参照、ファイルとディレクトリの作成、 コピー、名前変更、コンピュータの時刻や環境変数及びパスの設定参照などができるほか、外部コマンドやアプリケーションなどの実行形式のファイルの起動が行えた。また、バージョン2以降ではユニックスを意識した入出力のリダイレクト機能やパイプ機能なども利用できたが、MS DOS 上のパイプやリダイレクトはいずれも、 テンポラリファイルを介した疑似的な実装に止まっていた。MSDOS における実行ファイルの形式は、現在の unix 系環境でいうシェルスクリプトに類似したコマンドのバッチ処理を記述するバッチファイルと CPU が直接実行するバイナリファイルに対別することができる。このうちバイナリファイルには単一のセグメントを使うコム形式、 複数のセグメントが使用される場合のエグゼ形式、さらにデバイスドライバとして SYS 形式が存在し、それぞれ同名の拡張子を持つ。COM 形式の実行ファイルはバイナリ読み込み時に設定されるコードデータエクストラスタックの各セグメントレジスタの値が同一アドレスに設定され、プログラム内部でセグメントレジスタを操作しない場合は単一セグメント。 最大6 4イトのメモリ空間を操作する。CP-M84 e に書かれた8084 80のアセンブリ言語のソースコードを8086へコンバートした場合を想定したメモリモデルであるがコム形式のバイナリであってもプログラム側で適切にセグメントレジスタを操作することで6 4イト以上の空間へのアクセスが可能である。このうち SYS 形式のバイナリは原則的に起動時に一度だけ実行されるコンフィグ s y s に記述する以外の方法では直接読み込むことができない。システムコールはソフトウェア割り込みにより呼び出されるが8080 80や Z80 などの8ビットのコンピュータではメジャーな存在だった CPM との互換性特に8080用80にアセンブリ言語で書かれた ソースコードを8086にコンバートして用いる場合を想定し、コール後でも利用可能として CP-M80 からの移行を促した。MS DOS において DOS 自身のカーネルを含むプログラムの実行に確保できるメモリ空間は8086のアドレス空間の最大1メガバイトである。ほとんどのコンピュータではこの空間に バイオスロームやメモリマップドアイ IO、ブルームなどの空間がも存在するため、バンク切り替えや様々なメモリ拡張手段などを用いずに一時にアクセス可能なメモリ空間は、最大でも6 4 0イトから7 6 8キロバイト程度であった。日本語入力用の FEP などの常駐型の デバイスドライバーを使用すると一度に使用できるユーザーメモリはさらに減少するためユーザーは EMS や XMS、HM や u n ビなどの拡張メモリの管理機能を利用して辞書や上中部や MSDOS システムの一部をそれらへ配置しコンベンショナルメモリの圧迫を少しでも避けることが重視されるようになったそのためラムディスクドライブやディスクキャッシュなどは バンクメモリや EMS、プロテクトメモリの機能を用いて、コンベンショナルメモリ以外の領域を使用するのが一般的であった。これらのメモリ配分の設定は、Config, Sys や AutoExec, BAT を記述することで行い、事実上ユーザーに一任されていた。バージョン3までは、メモリドライバやデバイスドライバは OS には付属せずサードパーティー製の メモリドライバ等を使用する必要があったが、バージョン5では、標準機能として OS に付属するようになった。また、これらの環境設定を半自動的に行う、設定アプリケーションも添付された。各種デバイスドライバには、自動でインストールを行うスクリプトやプログラムが整備され、動く状態を作るだけであれば、エンドユーザーがこれらを直接操作する必要はなくなったが、 すべての環境に対応するのは難しく最適な設定や問題発生時の対応など初心者にとっては設定のハードルは高かった。従来の Windows 3X は MS DOS から起動するアプリケーションであったが Windows 9X 系では互換性のために MS DOS 相当の機能が一部内部に 組み込まれているものの MS-DOS を必要としない Windows という単体の OS となった。Windows 95.98などの Windows 本体を起動している状態では、プロテクトモードの完全なマルチタスクで稼働しているが、シングルタスクの MS-DOS モードに切り替えることが可能である。Windows 上で起動する DOS プロンプトも MS-DOS と互換性があるが一部。 動作しないアプリケーションがあり、この問題を解決するための機能が MS-DOS モードで完全な CUI 表示となり、MS-DOS アプリケーションのみが動作し、DOS プロンプト上ではロングファイルネームで表示される、ビファットであっても8文字、拡張し3文字のショートファイルネーム形式のファイル名で表示され、MS-DOS とほぼ同じ状態になる。 MS-DOS と PC-DOS の主要なバージョンの一覧は以下の通り。コンパック OEM の MS-DOS1.1 2 CP-M 程度の機能しか持たない基本的なディスクオペレーティングシステム。ファイルシステムは後のバージョンで実装された階層構造を持っておらずディレクトリが利用できない。CP-M との大きな違いは汎用化のためなどで入出力デバイスなど 機種依存する部分を分離するという方向性である。メスドーズ SYS と IOSYS という二つのファイルがあることに現れている。このバージョンが使われていた頃は、8086、またはその後間プロセッサを利用したパーソナルコンピュータ市場もそれほど大きくなかったため、出荷本数の大半は IBM PC にバンドルされた分だった。 リーディングエッジモデル d e 用の MS-DOS2.11 起動ディスク IBM PC XT の仕様に合わせ HDD や 360KB 5.25インチフロッピーディスクをサポートしている。階層構造ディレクトリコンフィグ SIS によるデバイスドライバの追加機能、ユニックスライクなパイプ等の機能が追加された。アセンブラのマズムが付属していた。 マイクロソフト版はこのバージョンより名称が MS-DOS に一本化された。PC-9800 シリーズ用 MS-DOS3.3C 当初、IBM PC-AT 用に発売。主として、ネットワーク対応と大容量 HD 対応のための16ビット FAT が追加された。本来8286が標準の PC-AT 向けだったが、 互換性確保目的で8枚286のプロテクトモードを利用した新機軸はあえて盛り込まれなかったためサードパーティー製の各種ユーティリティによって機能拡張するユーザーが多かった。ベンダーによる独自拡張などで方言が多くバージョン番号の体系も大きく乱れている。必要十分なスペックと安定性が評価され、またバージョン4以降の仕様変更の影響を避ける。 ために一部では、かなりの長期間にわたって愛用されていた。バージョン3.20から派生し、8086上で限定的な疑似マルチタスク環境を実現したもの。マイクロソフトが開発したが、不十分であるとして IBM には採用されず、アプリコットコンピューターズにネットワーク OS として OEM されたほか、わずかの用途に止まり絶滅亜種になってしまった。 非同期、i、応対応やバックグラウンドタスク規約など資産の一部は Windows2X に流用され、また8286プロテクトモードを前提に並行開発されていたものは IBM 手動で大幅に改定され、世に出た時には OS2 バージョン1.0になっていた。IBM 手動で開発されたバージョン OS2 色が濃くなり、 IFS やラージバッファ等の追加のみならず管理セクター数が増やされたことに伴い HD は理論上最大 2GB の領域を扱うことができるようになったほか、添付ユーティリティを利用すると最大 512MB のパーティションまで作成可能になったが、その反面あまりに多くの変更がファイルシステムに加えられたため非互換性の問題も生じてしまった。 情報が全部公開されていなかったものの2バイトコードによるユニバーサルランゲージ対応が内部的に完了したのも本バージョンからである従来のバンクメモリに代わる EMS の標準サポートによって扱えるメモリ領域が1メガバイト以上に拡張された互換 OS の DR-DOS で好評を博していた GEM に類似のグラフィカルユーザーインターフェース環境 DOSSHEL が添付された これはマウスオペレーションやグラフィカルなメニューによる直感的な操作が行えるもので依然シングルタスクながらも複数のアプリケーションを重複起動して切り替え動作させることができ GUI もキャラクターベースによる簡易なものとグラフィック画面とテキスト画面を組み合わせたものとを選択できた DOS Shell のデザインは IBM システムズアプリケーションアーキテクチャーコモン ユーザーアクセスに準拠していた。本バージョンには請求な複雑化に伴う非常に多くのバグが存在し、また OS 自体が消費するメモリが課題だったため、メーカーによって DOS3.30 を拡張した DOS3.31 を採用するなどして4.0を採用しないところがあった。特に日本ではコンベンショナルメモリの空き容量が日本。 ご処理アプリケーションの稼働に大きく影響を与えるため、大手メーカーである NEC、富士通などが 3.21K、e、の拡張版のみを販売し続けた。MS DOS 5.0セットアップディスク再び、マイクロソフト主導手動で開発された。バージョン4で付加された、中途半端なユーティリティの多くが削除された一方、8386、8486等に、 備わる仮想86モードの活用と、Windows 3.0との親和性を主眼に、ほぼ全面的に再コードされたため、パソコン通信等を介した約1年にわたる大規模なベータテストを経て、市販開始された。IBM の製品へのバンドルに限定せず、巷にあ溢れる PC、a t 互換機へのフル対応をはじめから歌い、インストーラ込みで発売された。 最初の MS DOS でもある。メモリ消費は少ないものの大容量ドライブが扱えないバージョン3、その逆で大容量ドライブが使えるが、メモリ消費が大きいバージョン4というジレンマを抱えていたが、限りあるメモリ領域の消費を抑える機能を追加することで、それまでの問題を払拭するに至った。 このバージョンにより DOS はほぼ完成を見たが8086から8286とその互換 CPU 上の動作には制約が強まり結局のところ巧妙なアップグレード戦略の下でハードウェアの買い替え需要が喚起された XMS によって DOS 本体の一部をエチェメにデバイスドライバやアプリケーションの一部を有ンビに対比させることが可能で コンベンショナルメモリが大きく取れるようになった。またタスクスイッチ規約が明確に定義され、ドスシェルの機能拡張が図られた。各種欄対応も進められ、コマンドにヘルプが付されるなど利便性も向上した。テキストエディタは過去のバージョンに標準添付されていた、LINE エディタエドリンに加え、スクリーンエディタ、エディットが添付された。開発環境として、 コマンドラインエディタに加え独自に拡張された構造化ベーシックコンパイラークイックベーシックが標準添付されていた。それまで未公開だったファンクションの多くがユーザーに開放されたためカスタマイズやデバイスドライバー開発がさらに容易になった。日本ではマイクロソフトが DOS-V の OEM 供給を開始し PC-AT 互換機をベースに 独自の拡張を行っていた X 陣営や東芝もこの頃より DOSV へのシフトを進めるようになった。また、世界のデファクトスタンダードである p c a t 互換機のハードウェアでそのまま日本語版 OS を使えるようになったために、日本国外のメーカーが積極的に日本市場へ参入し始め、NEC の独占上であった日本市場は大きく変貌することとなった。 MS-DOS6.2、V セットアップディスクディスク最適化やディスク圧縮機能、コンピュータウイルス検出、除去など、CD-ROM アクセスに必要なシーデックスの付属、投付化機能の充実が主。MS-DOS 単体としての最終版。デジタルリサーチから MS-DOS5 の DR-DOS6.0 が発売された。大きな特徴は補助ユーティリティの大幅な増強である。そのため、 IBM およびマイクロソフトでも基本仕様はほとんど変えずに補助ユーティリティを追加することでバージョン6を発売することになった。IBM は6.1、それに続くマイクロソフトは6.2と先に出た競合相手よりバージョン番号はそれぞれ0.1だけ大きい。起動時に特定のキーを押すと。 コンフィグ sis, オートイグゼックバットの一部の行を実行したり、すべてバイパスする機能があった。マイクロソフト版は同時期に発売された Windows 3.1の普及を促すという販売戦略からドスシェルを廃止したとみられた。テキストエディタは日本語に対応して共通のエディットとなった。Windows 95、98、98se に 含まれているバージョン。ファイルシステムでは長いファイル名がサポートされたのが最大の特徴。従来のメスドーズ SYS は名前こそ同じであるがプログラムではなく設定ファイルとなった。IO-SYS が実行する標準シェルは Windows を起動するための Win.com であるがメスドーズ SYS を編集することで Windows95 98では Windows を起動せずに MS DOS モードで起動することができた。Windows 95初期までのバージョンは7.0だが、Windows 95のアスルに以降では f a t 3 2人にも対応しているバージョン7.1である。1995年リリース。IBM 版のみ。開発環境としてレッ e x を標準添付。ディスク圧縮ユーティリティは スーパースター DS からスタッカー4.0に変更された。MS DOS 7とは異なり GUI との融合はされなかったが、当時インターネットの普及が進んでいた中で、パームトップ PC110 の人気を受けて、PC DOS 用ウェブブラウザ、Webboy が開発された。Windows 目に含まれているバージョン。IOSIS に。 ヒメム SYS よびスマートドブの機能を統合した最終版であり MS DOS モードでの起動も廃止され Windows のブートローダの機能のみとなった Windows メア、Windows XP 以降で起動ディスクを作成するとこの MS DOS が書き込まれるまた PC-9800 シリーズ前世紀にはゲームソフトの組み込み用として 介護官の MEGDOS などがあった。アリスソフトのアリス DOS はもと,もとゲームソフト本体は MSDOS をインストールしたハードディスクドライブ上で動かすことを前提としあくまでもフロッピー単体でも起動するようサポート用に作られたものであったためバッチファイルを動かす機能も有していた。なお互換性はあるが OS ではないものに DOS ボックスがある。ありがとうございます。